いちこです。今日は2023年11月17日金曜日です。高松の午前6時過ぎの温度は11度で、予報は霧雨です。昨日の夜間から雨が多く降り出し、恵みの雨ですが、朝方も霧雨ですが降っていました。現在午前11時前、温度は14度、予報は強風です。空は雲と晴れ間が半分で、青空と言ったら良いのでしょう。この後も予報では強風とあります。動画は前回の続きからです。 Google マップが変わっているような設定でしょうか。変えたつもりもありませんが、いい感じです。読み上げは前回の続きからで、パレスチナの5回目で、これが最終です。その後、ムスリムを読み上げます。記事はできるだけ非表示にします。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。パレスチナ。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。地方行政区分。地域区分。ガザ地区。ヨルダン川西岸地区。東エルサレム、イスラエルが実質支配している。地方政府、ガザ地区。北ガザ県、ガザ県。ディール・バラフ県、ダイル・アル・バラフ。ハーン・ユーニス県、ラファフ県。ヨルダン川西岸地区、エルサレム県、アルクドゥス。エリコ、アリーハ。カルキーリーヤ県、サルフィート。ジェニーン県、トゥール・カリム県。トゥーバース。ナーブルス県。ベツレヘム県、ベートラハム。ヘブロン県、アルハリール。ラマッラー・アル・ビーレ県。市、ガザ地区、ガザ市。ハーン・ユーニス。ジャバリア。ラファフ。デイル・アル・バラフ。ヨルダン川西岸地区、ヘブロン・アル・ハリール。ナーブルス、トゥールカリム、ジェニーン、カルキーリア、ベツレヘム、ベートラハム、ラマッター、エリコ、アリーハ。交通機関、ヤーセル・アラファト国際空港、閉鎖中。以上で読み上げを終了いたします。最終更新、2023年11月5日日曜日。ムスリム。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。出典が全く示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。2018年12月、独自研究が含まれている恐れがあります。2018年12月、出典検索、ムスリム、ニュース、書籍、スカラー、CI2、J ステージ、NDL、ドリブ.jp、
ジャパンサーチ TWL。 ムスリムとは神に帰依する者を意味するアラビア語で、イスラーム教を信仰する人々を指す。概要。キリスト教圏ではムハンマド教徒とも呼ばれ、日本でもかつては一部でこの語を用いた。女性系はムスリマだが、アラビア語社会以外では基本的には区別しない。また、中世キリスト教世界では、イシュマエル人、カルデア人、モーロ人、サラセン人など、あたかも民族集団であるかのような名称でも呼ばれた。ムスリムになるためには、証人となるムスリムの前で、信仰告白、シャハーダの手続きを取ることが必要である。ムスリムは、神、アッラーフを常に身近に感じるように、五行を実践することが建前である。父親がムスリムである者は、自動的にムスリムとなるとされている。分布。かつて、イスラム教はキリスト教よりはるかに多様な民族の間で信仰されていた。しかし、近代以降になって西方のキリスト教会が世界中に布教を行い、その分布を広げたため、イスラム教を信仰する民族は限られるようになった。サハラ砂漠以北の世界に限って言うと、イスラム教を信仰する民族はかなり限定的で、アラブ系、ペルシア系、インド系、トゥルク系、マライ系の5つの系統の民族で、ほぼ全ムスリムの 95% 以上を占めている。残りの数パーセントに関しても、東ヨーロッパ、バルカン半島のボシュニャク人、アルバニア人などのムスリム、かつてヨーロッパにおいてはイベリア半島のスペイン、ポルトガルで多くのムスリムが存在したコーカサスの諸民族、中国領内の中国系ムスリム、モンゴル系ムスリムなど、やはり限られた民族の間で信仰されている。日本国内においては、東京などの首都圏にイスラム教圏出身外国人の過半数が居住するが、明治以降の近代日本で最初にイスラム礼拝所ができたのは愛知県名古屋市だった。1931年3月に結成された名古屋海教徒団により日本初のモスクが設立されたという記録が残る。この戦前に建てられたモスクは一旦空襲により焼失するが、現在では名古屋市中村区に名古屋モスクが再建されている。戦前からイスラム教徒のコミュニティがあった流れを組んで、名古屋市や岐阜市など東海地方諸都市には今でもイスラム教徒の集中コミュニティがある。現代では移民によって北米や西ヨーロッパでムスリムが増加している。一方、それに対してサハラ以南のアフリカでは、実に多様な民族の間でイスラムは信仰され、今もその勢力を拡大させている。サハラ以南のアフリカの場合、民族でムスリムか非ムスリムかを判定することは困難である。概念。ムスリムとは宗教的概念である。ところが、これは民族的概念だと意識されることが多い。中国、ネパール、スリランカ、ブルガリア、旧ユーゴスラビア諸国などの非イスラム教国には、現地の言語や文化、形質などに同化しているムスリムの集団が見られる。例えば、日本人のキリスト教徒やアメリカ人の仏教徒が別の民族として扱われることがないように、本来は単なる何々人のイスラム教徒として扱われるはずである。ところが、上記の国ではそれぞれ海賊、ムスリム人、ムーア人、ポマク人などと別の民族として扱われたり、別の統計に現れたりする。この意識は内外双方に見られ、ムスリムの側も外部と自分たちは別の民族だという意識を持ち、外部の民族もムスリムを自分たちとは、たとえ同じ言語を用い、同じ形質的な人種であっても、同じ民族だとはみなさない場合が多い。以上で途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2023年10月31日火曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸、多からんことをお祈りしております。